ヘルドラ。そこは滅びが約束された世界。その中心には巨大な奈落がある。穴より無限に這い出す黒の軍勢は地上を脅かし続けていた。人類は奈落を囲む巨大な壁を築き、これを防いだ。大障壁を守る騎士たち、彼らは教会騎士団と呼ばれていた。団長、この揺れは？ああ、ショックだ。しかもとてつもなくでかい。全騎士配置につく総力戦だ。カイナに誓いを。カイナに誓いを。あなたを信じてるわ。一緒に戦おう。私も力を貸すよ。絶対生きて帰るぞ。もう仲間を失いたくない。まだ生きてる。あんな悲しみ逃げて。もう味わいたくない。やっぱり罠があったかよ。もうやめて。忘れないよ。絶対に許して。大丈夫、私たちがいるよ。私たちが必ずやり遂げます。このカイナに誓って。まずは運命を選び取るあなたの分身、うん、主人公 CV はバン・タイトさんです。はい、ということで主人公を演じさせていただいているんですけれども、まあ、今回は続いては大精霊を自称する主人公の相棒ミトス、 CV は伊沢しおりさんです。はい、私が演じております。まあ唯一のマスコット、唯一じゃないか。はい、ダブルヒロインの一人、非常な世界で正義を貫く少女セラ、 CV は結城葵さんです。そしてダブルヒロインのもう一人、非常な世界だからこそ理想を追い求める少女クロエ、こちらも CV は結城葵さんです。おー、すごい。もうこちらはね、最初の発表の時。続いての紹介はマグを操る訳あり重視ビスケ、 CV は伊勢マリアさんです。はい、私演じさせていただいておりますビスケはですね、すごく、まあ、明るく元気をたくさんいただいてますね。はい、では続いて、血気盛んな元闘士リオン、 CV は諏訪部純一さんです。かっこいい。はい、でこちらの、はい、まずはまぐれあたりの大盗賊ガウスト、 CV は杉田智和さんです。はい、ということで、じゃあちょっとプロフィールを軽くね、読みたいと思います。世界を旅する放浪詩人ラン、はい、CV は木村良平さんですね。はい、ということでランフは危険が伴う奈落探査すらも死の題材と捉えているという。はい、続いてはこちら本日初公開のキャラクターですね。はい、はい、食材マニアの看板娘ハンナ、 CV は茅野愛さんですね。続いてはすごい、そうですね、こちら復讐に全てをかける義足の少女リルカですね。 CV は水瀬祈りさん。じゃあ紹介いっぱいいらっしゃるんだ。はい、はい、ではこちら、そうですね、続いてのキャラクター、怪しい笑みをたたえる美青年キリア、 CV はスワ。はい、続いてのキャラクターは CBT でも人気でした星の声を聞く少女ディシティア、 CV は伊沢しおりさんです。はい、星がささやいています。やばいよ隊長、この先強そうな化け物がいる。避けてくか、進むなら相応の準備をした方がいいよ。お、我らには何も見えないがどうしてわかる？ん、ああ、こいつがいるからね。ピーちゃん、あたしの目。こいつを飛ばして上から偵察してたんだよ。そういえばビスケが持ってる水晶玉みたいなの気になってたんだよね。ねえ、中に入ってる丸いのって何？これひょっとして目玉？
違う違う、言ってるじゃん、私の目玉だって。ビスケの目ってどういうこと？マグ長官の魔化。セラよく知ってるね。マグっていうのは魔術の力を封じ込めた道具のことだけどさ、すごく便利だったり強い力を扱ったりするマグには相応の代償が必要なんだよね。それで自分の目玉痛くなかったの？痛いに決まってるじゃん。もうね、死ぬほど痛かったよ。それでえぐり出した目玉の神経をここの回路にくくりつけるとね。いやー、聞くだけで痛くなりそう。どうしてそこまでして？あはー、どうしてだろうね。それより魔物だよ、魔物。隊長、判断よろしく。で言いますとタイムアタックのイベントになります。まずはプレイ映像の方ご覧ください。はい、ちょっとじゃあ、少し説明というか、させていただきながら進めらさせていただければと思いますけど、こちらのシーンは、イベント導入時のストーリーシーンですね。はい、ちょっとぜひ一緒に追っかけながらどんな設定かなっていうのを見ていただければと思いますけれども、音楽もなんか雰囲気が和やかな感じですね。そうですね、非常に楽しげな、なんかちょっと宝石がキラキラっとした洞窟にやってきてと、まあ、奈落の中なんですけども、で2人とも可愛い、本わかしてたと思いきやですね、ここで正気によってできた手に突然追いかけられるというような導入シーンになっております。なるほど、イベントにもちゃんとこうシナリオがあるんですね。あ、そうですね、はい、3つのライン目それぞれにちょっとストーリー設定の方はつけさせていただいています。うわ、なんかすごい急におどろおどろしくなりましたけども、はい、というわけで脱出イベントという形で、制限時間内に男女を脱出するというイベントの方もご用意させていただいております。寿命が短くなるやつ、ドキドキするやつですよね。さっき出てた手がどんどん追いかけてくるので、そこから逃げ切れるスピードでですね、ダンジョン脱出しなければいけないという内容になっております。わー、やだね、めっちゃいっぱいいるよ。なんか焦っちゃうな。やだ、トラウマになる。あ、なんかしかも上にカウントが進んでますね。制限時間ですね、300秒からスタートしてますけど、待って、こんな感じでこうマップもちょっと迷路みたいになってますので。わあ、なるほど。あ、なんか拾ってる。確かアイテムですかね。あれ、敵がいるじゃないですか。はい、あ、これもうそういう意味は普通のダンジョンシーンと同じで、バトルももちろんありという感じで。それで制限時間。なるほど。はい。わあ、しかも待ち伏せもあるのか。うわ、どんどん。お、あ、ビスケ。で、これバトル中も時間が流れますので。本当だ。ビスケ、いけいけ。そうか、じゃあこう瞬発的な判断も求められるということなんですね。普段はゆっくり考えていただきながら問題ないんですけども、ビスケとリオン強いですね。あ、やったー、レベル高っ。手早く敵を倒していくと。なるほど、あ、ね、こういうのを回収しながらゴールを目指す。はい、これは、あ、もう14秒とかなってますね。あ、もう、あ、これはちょっと飛んで、これボス戦ですね。あ、最後にボスを倒すとクリアという感じになってるんですけども。やばい、ギリ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 じゃないですか。5秒、4、3、あれ2、これは1。あ、あ、あ、タイムアップになっちゃった。あ、お、字が驚々しいですね。ってお分かりいただけたな。脱出失敗。うわ、結構難しそうですね、この見た感じだと。ちょっと怖い感じじゃなってますが、はいはい、なるほどなるほど。もちろん、クリアできたらベストクリアということで、さまざま報酬がもらえるというイベントになっております。で、まあ、タイムが出てですね、ちょっとタイムアタックのランキングなんかも用意させていただいたりとか、ちょっと腕にその覚えある方は楽しんでいただけるような、はい、イベントをちょっと用意させていただきます。どうしてもここで見つけたいものがあるんだ。お母さん、二度と
俺は失わない。お前を倒して俺は俺の仲間を救う。